はい、皆さんこんにちは。ゲームズナウピロです。はい、皆さんこんにちは。ゲームズシュウです。はい、ということで、M属性ランキングのね、はい、ナビロ編ちょっとね、はい、最後やっていこうかなと思います。でね、まあ作ったんですよ。シロさんのも見てね、作ったんですけど、一緒だ、結構ね上位一緒だったわ。いや、なんかそうですよね。それはそうです結構でもあれを見て面白いなと思ったけど、結局自分のは一緒だったから、なんかねちょっと。後半がまあじゃ後半っていうかね前半が違うんでそこをちょっとあれ話して後半はちょっともうね今回一緒なんでサクッとねもうちょっといこうかなと思う。前半ちょっと深めにそう10位ですね。まず10位この中にいます。この中ですか。10位ハーレー。ああツッコミゼロ。つくみゼロをねまあ入れました。まあ MS マインスイーパーとかねやっぱりねつくみゼロ連れていく機会がねなんか僕やっぱ多くてでまあキラー M ね持っててで火薬がね S これなんかやっぱ順位ねでかいのとまあアンチブロックもねお情け程度じゃないけどまあ最近だと結構ブロックも増えてきてるからうまくとして活躍できるところはね今まあ十分にあるっていうのと、まあ、普通に月読みの、まあ、0番だから、まあ、好きっていうのがあってね使ってることが多いですね。でまあ SS がやっぱ文句なしに、ちょっともうこれはガチャゲン級のガチャゲンの中でもさらにかなり強い部に入る SS がね、やっぱこれむっちゃ好き。これ好きですよね。これほんと好き。妖精打った時こいつやばいっすマジやばいそう化け物っすよね本当に。でしかも20ターンで打てるっていうのはね、いいね、最近だとあれでむっちゃ使ってた、パイレーツコラボの時のサメの時にねいやでもね自分が結構これ勝手に使ってるだけで他の人は見なかったけど結構、ゲームズの掲示板とかでもね「つくむゼロのナウピロ」だったら多分僕ですね間違いなく。いつの話結構前だ最近だと俺スプラティアのうまくにしてましたけど。ああはいはいはい。でまあ弱点ロックの消去案もね十分っす。とりあえず弱点があればね十分な印象だと思う。とりあえず弱点があればなかったらね上方向消費やるしかないんだけどそうそうそうつくみゼロはねいいかな。こいつは普通に考えてガチャゲン出てきたら超評価されるやつですよね。そうってぐらい強いですよね。はい9位この中にいます。この中9位カナン。ああカナンもね自分もまあ迷ったけどあヒエか今回ね一応なんかそうそれぞれ上位勢がね大体も AGB か AD ラビーに偏ってたから下の方はちょっとねアンチワープとか枚数枠とかで意図的にちょっと組み入れてるんですよ。でそこでワープでよくね使ってるところだとやっぱねヒエ入れてますねやっぱり。なんかこいつバランスがいい結構。スピードアップ S と状況斬撃で自分もダメージ出せて他の味方のサポートにも回るしで貫通のこのさらにオールアンチのね上位をいく自強化というか SS もすごい使い勝手いいしなんかねというか。かなり使ってますね。最近だともうカインとかも絶対入れてるし地び足がついてるかっていうのはあるんですけどワープとかブロックで貫通いけるところは大体入れてますねヒエ上川。なんかブロックあるとこも引っ張り役ってイメージがそうノア的ポジションで使ってますね僕も。あなるほどね確かにアンチワープアンチブロックの確かに。てかでもそうだよねノアとも普通に相性いいしアンチワープだけどこれだったら別にいけなくもないし加速枠ですね。やっぱ何気にねレーザーストップの需要やっぱ最近ほんと増えてきてると思うから本当ですか。いやなんか止めてくれることやっぱ多くない、なんか止めてくれると真珠の聖域でなんかねは感じましたけどバジリスクあれはちょっとないと無理だからあ確かにあそこまでね確かに極端なのは確かにないけどなんかやっぱ止めてくれるに越したことはないなっていうので、そうそうの感じでついてきてるし、なんかついててよかったなと思うことはまあ多いから、そうそうそう助かってるね。まあこういう感じで、まあヒエはでも好きだ、好きでもヒエは結構好き補正ってか月は目ゼロもそうだけど、この辺はね好き補正入ってますね。まあ10位から5位はで8位、この中にいます。8位この中直配、ああアリスなんですよね。アリスか、高いですね。そうアリスまだね、なんだろう、まずこの辺に入って、アリスはね別に好きじゃないんですよ僕、でもまあ、ノマタンでも使ってるし、結構覇者とかでもね10万台使うことが多いから、なんだかんだこのぐらいの位置にまだいてもいいのかなと思ってるから、ちょっとね入れました。まあホーミングはもう完全に今いろんな他にもね強いやつ出てきたんで、そこっていうよりかはやっぱこの貫通でアンダメでゲージで回復状態上回復っていうところがねやっぱまだ便利、あと早いこの自強化 SS がね使い勝手がいいから、いろんな引っ張り役、それこそそうアリスは本当いろんな引っ張り役にまだ全然慣れてるのかだと思うんで、まあもうどうせ上位にいるね海パンとかもそうだし、サポートにも回れるって部分、てか本当のサポートどっちかっていうとかなり便利な。相当いい、そう当たったけど今はちょっとね、他のモンスターの友情を引っ張ったり回復しに行ったりっていうのが多くなってきちゃってるのかなっていう部分で、このぐらいに位置だけど、でもまあまだもしかしたらでもねもう入ってない人もいるだろうし、逆にもっと上の人もいそうですけどね。あマジ、はい、アリスはなんか好き補正で、確かにね、あ確かにそれはあるね。でもうんまあでもやっぱノマダンでも全然ね、やっぱ木の砦に関してはモーツァルトも行きづらいから、反射じゃあそう貫通のところでやっぱね、まだこいつ居場所があるけど、でも貫通のもしかしたらねホーミングやばいやつできたらちょっとねローレライスやばい、いや本当にそう本当にちょっとねウォッカローレライ、まあローレライはまあ確かにね水だからまだ難を逃れたけど、これでウォッカが来たらアリスもちょっとねごめんなさいになっちゃう可能性もある。なんならアリスが中心でも確かにそれってかまあ本当ねそれがまあ理想、っすね。アリスが重心かもしくはね情報修正来てもらうと、情報修正でもアリス確かに12になるか、確かにね。いやでもアリス情報修正ってどうなるかな、やばいと思いますよ。 SS 変えてって言いたいっすね。 SS なんかホーミング SS とかになりそうじゃない。いややめてほしいです本当にそれは。ホーミング SS ででも貫通するやつとか来たらよくない。あそれはやばいやばいやばいね。そうだよね、貫通ホーミングで貫通ホーミング100発やばくない。いやそれそういうのそう出してほしいな。やべえな、貫通ホーミング100発 SS やばい。はい7位、はい7位ですね。この中にいます。7位この中ですか。この中なんか好きなやつかな。いや7位もね補正入ってます。入ってない、7位は補正入ってないけど、君のランキング、ああロキ、君のやつを見ていや確かにそうだなと思って、かその今なんかそんなにアリスのレーザー版みたいな感じかなと思って、まあなんか自分の中のね使いどころだとなんだかんだ覇者もめっちゃ使ってるし、自分がまあそんな運極を作ったりっていうすることがないから、なんか周回っていうことはないけど、なんだかんだノバダンのねその木のところだとフレンドで出たら絶対ついていくし、やっぱ強いわと思って文句なしですね。でも自分はこれ以上上がることないかな、なんか自分の場合はだけど、そう人によって使い分けてますもんね、ただ下がることも確かにねやっぱないなってね改めて思ったから、このぐらいの7位ぐらいがなんかね、まだまだ踏みとどまってくるなと思って。346根、そう346根やべえな、やばいやっぱ闇ってのがやばいんだよなと。確かに本当に関係ないもんね、爆発そうやばいし、友情だけ全てを持ってきるっていう証明ですよね。そう本当そうだね。今日やっぱねそうやっぱ39回だから強いと思うもん。でも俺も好きじゃない。俺もロケは好きじゃない。でもね、ロケはね好きじゃないんだよねあんまり。はい。ロケの説明もこのぐらいで、次6位。6位、はい、この中にいます。この中、俺は1個持ってないですよね。好き補正が入ってる。ちょっと好き。あ、でも好きかな。好きっちゃ好きかな。じゃあハーレー。ジャンヌ。あ、ジャンヌか。まあ最近出た夏の方が好きなんですけど、まあ今回はじゃあこっちのね、元祖。はいはい。ジャンヌ。元祖ジャンヌ。ジャンヌも。元祖ジャンヌ。これ前はね、もう君の時も言ったけど、そうこのもうなんだろう。完成しましたみたいな。出来上がりました。出来上がりました。本当結果、あ、なんかこういいねっていう性能で、まあ中間ぐらい。ジャンヌも自分6位だけど、本当上でもなく下でもないいい性能だなと思って、でまあ重力いけるし、アンチャープのところもいけるしね。いいなと思いますね。自分はね結構エナサーのエル好きなんですよ。今回ねもう言っちゃいますけどルシオは入ってないんですけど、自分結構ねエナサーエル割とね、まあでも結構ねそう2体以上使ってる時だけど、2体以上使ってる時はなんかねはまだなんか網羅してくれてる感じあるから結構ジャンヌも艦隊で使ったりするんですけど、よくイザナギゼロとかもねジャンヌ艦隊で行ってつえつえ言ってるんですけど、やっぱね言うことないかな。ちょっと強めっすねジャンルは。強いね。地味に攻撃力アップがねでかいんだよなってほんとね思う。連れてくモンスターによってっていうところもあるけど、あんまり言うことないっすね。そうなんだよね。でもねこのねこっちの元祖重心家のはイラストと亡霊やっぱ全然好きじゃないな。俺もっすね。絶対こっちがいい。いやーもうマジで。だから浴衣着た時点で俺もう無理ですから。でもちょっとがルシオリっすよね。てかそうなんだよね。ルシファーって言ってもおかしくないもん。確かに。機嫌のいいルシファーって言ってもおかしくないでしょ。機嫌のいいルシファー。髪型ちょっと違いますけどね。こっちなんて言ってんの？お祭りというのはなぜこんなにもワクワクするのでしょう。あ、なんか言ってんだ。まあなんか確かになんか言ってる。はい。5位。はい、いよいよベスト5ですね。誰の5位。はい。こん中ですか？こん中。こん中？こん中。好き補正入ってます？あ、これあんま入ってない。入ってない。性能的には好き。だけど別にそんな好きってわけじゃない。サタン。正解。サタンですね。まあ、これもシロさんの時に言ったと思うんですけど、入ってくるか。まあ。いやこいつは本当強い。俺サタン10位も抜くかなと思ってました正直。いや、サタンはねやっぱ入る。やっぱ入りますか。入るね。サタンもまあジャンヌと一緒でもうなんか完成したねっていう感じあるし、まあエデンの圧倒的なインパクトもやっぱね評価全然するべきだし、今もねもう間違いないじゃん。サタン今も今なおスタメンなところ確率にあるし、でこのもうクワトロキラー M がともうこのオーランチ発端のね組み合わせは言うことないっす。本当で防御アップ僕ももうパワー型だったら相当いい友情でしょう。そうなんですよね。どう考えてもパワー型だからこの友情みたいな。そうもうねそうでもそうだよもう言うことマジでなくなってる。そうなんだよね。この種族だったから良かったのもありますね。あ、確かにね。めっちゃ多いじゃないですか。ゲージの方はザコに超多いし、スワビアもボス多いし。しかも結構なんかね、サタンもなんか順がよく、これも多分シロさんの時にちょっと言ったかもしれないけど、そのなんかエクリプス重心化がコラボのなんか難しいクエストにはまるみたいな感じで、こいつも結構ねコラボのクエストを刺さることが多くてね、結構ユーハ君コラボの潜水あじゃないトグロとかか結構だいぶ自分サタン入れて回ってたけど、やっぱね強いっすね。そうだね、サタンも強いっすね。期待してる火力ってまあそれぞれなんかモンスターにあると思うんですけど、まあそこ絶対裏切らないし、はるかに超えてくる、はるかに超えることがね多いから、こいつに関してはもうそのねアンチャビリティというかそういうものはいらないんだなっていうね、本当改めて実感。その友情結構ねアンチャビリティいらないっていうのはさ、その砲台になるモンスターが多かったりするけど、まあこういう貫通でやっぱキラー M 来るともうそれだけでもう狂気になるんだなっていうの、ね、代表的なモンスターで、こういうのもうちょい増えてほしい。わかる、大好きっすよこれ。サタンはもう、まあ実装前から言ってたけど、もう大好きっすねこれ。サタンはなんか楽しいんじゃないですか。来てほしいね、うん、もっととんがってさこれ以上出したらやばいっすけど、全属性キラーあ全属性キラー M でオーランチ、なんかオーランチでもサタン死ぬじゃんまあもうちょいそれでなんか調整していい感じのバランスにするみたいな。全属性キラー来ないかな。なんかこいつならではのオリジナリティがあるからサタンは評価されてるみたいなとこもありますね。確かにね、他にいないから今んとここれは確かにねないから、唯一無二あるからね。なかなかだってこれ超えらんないよ。だってもう次5つキラー M 出すしかないからね。確かにマフージにすればいいんだ、1つマフージとかにすればやばいな。マフージ M それか。でも今度さ、もしかしたら最近そのね種族と種族のさ体制とかでも流行って来てる中で、さらになんかマフージ M マゾキラー M でキラー2倍重複しますみたいな。ああなるほど、もしかしてあるかもね。それ完全に最初から EL にしとけって話になる。確か頭悪かったんですよね。でも倍率は違いますからね、4倍か3倍だから。はい、でも確かにそれはいいかもな。4位きました。4位か。で4体だからもう2体確定。もうでも2体確定で、でもう1体確定してるから、もう1体も書いても確定してる。あと1体が分からないよ。マジ？はい。この中に4位この中にいるハーレックス。ハーレの方。ハーレ。まあ自分はそう君がねハーレックスを押してくる。僕はやっぱハーレ押しますね。まあ結構ハーレはね初見でも僕使ってるし、やっぱねスプラティアとかでもね。そう。弱点特化のこのもうロマンがあるところがね大好き。で爆発で弱点ロックオン正気アの友情も、そこそこね強いから、いや友情めっちゃ強いですよ、結構好きなんだよね、友情が。こいつ化け物っす本当。だって M 乗るからね。そうだからもう2級に確定してるんですよね、もうほんと強いこいつの友情は。でこの前のねデーバだったらうまく余ったらやばいじゃん。2段階もうね20段弱点嫌い。そうやばいことになるから、あれ出てもねハマって嬉しかった。とりあえずなんかデーバね、なんかこの辺さ、なんかハーレーもハーレックスもハーレーもなんか重心化してからさ結局パッとしないじゃん。なんか使いどころとしてハーレックスですか。なんだろう、俺結構どっちかはめっちゃハマるみたいな毎回イベントでイメージでしたけど、なんかでもそんななんか使う人見ないなみたいななんか感じだったけど、令和だったら結構みんな一気にフォーカスしたのかなと思ってハーレーをイメージだけど、自分はなんか大々的にねなんか強い人は好んで使うみたいな感じじゃなくて、結構一気にメジャーになった感があったから嬉しかったです。ハーレーもねこっちがなんか M になったらね全然ワクワク民候補にもなるし、明石候補はありやいつも自分入れてるかけどね、ありっすね。ありだな、ありっすね。厳選しようかな。全種過激とかもうやばいっすよこいつ。確かにぶっ壊れますよ。確かに同撃エールで時点で結構割と壊れてるけど、でもそれいいね。もう僕確か遊撃かなんか使ってたんですよね。激種戦型確かにありだな。でもめっちゃ辛いっすよ。いやそうだよね、むっちゃ辛いと思います。線型無理につけたくない金あるけどね。はい3位信長。3位信長入れました。こいつでもね、まあそんなに特別好きってわけじゃないけど、このぐらいやっぱ今ね入ってくるのかなっていう部分で、使いやすさとかも考えて強い。あと SS にやっぱね入ってくるかなっていう。雑魚処理もしてくれるし、差しになっても強いし楽ちんだしね。闇のアンダメで生まれたのも懸念してたけど結局強いもんな。そうなんだよね。そう今回だから上にそう結局カイパンがいるんですけど、うまくほんとねうまくなんかかぶりつつも、めっちゃわかりますね。アンダメかぶりつつもマジこれこのわかる。かぶりつつも違う。ここでここのぐらいでかぶってのアンダメの真ん中アンダメだけど、ちょっとカウンターキラーで僕らこっち行ってバリアでこっち行ってみたいな。で斬撃でねもうあと楽ちんさとかで本当うまくねなったから、ちょっと入れざるを得ないなっていうところと、かね、信長の方が強いところは信長の方が強いし、うん、パンドラの方が強いときはパンドラが強いしみたいな、うん、で分かれるんですよね、やっぱ綺麗にね、上手よですね。複数欲しいときは信長入れますけどね、やっぱ。うん、自陣で組むことが多いのはやっぱ信長かな。いや確かに、うん、ああそうだね。どうしてもそうなんだよね。うん、そうですね。で天下不遇ね。天下不遇強すぎ。天下不遇強い。過去一号令ですもんね。うん、まあ、信長もね基本的にだから今んとこもうちょっとあんまり、まあ、結構あんま好きじゃないっていう人もねいる性能だとは思うんですけど、うん、この後がないですからね。そうなんね、うん、そう確かにあんま伸びしろ自身があんまない、うん、伸びしろがねあんまないのかなっていう印象はもちろんあるんですけど、うん、一発屋側かな信長は、うん、現状なんかやっぱでも下げるあれがないし、うん、結構低く見積もってもやっぱこのぐらいに入ってくるなっていうところでね、うん、信長はちょっとね今ランキング作るのね、あれで感化できなかったねやっぱり、うん、はい。でもうちょっとじゃあ2位1位はもう一緒っすね。2位あえ 2位紙パンなんですか。2位紙パンにした。あのねマジっすか。で1位は審判にしたんですけど、はい、まあこれね白さんと一緒なんですけど、うん、まあなんで本当はね紙パンにしようかと思ったんですよ1位、うん、でも信長が出てきたことによってアンダメのなんか価値っていうかアンダメの砲台のその闇属性の相対的な価値がちょっと下がったのかなと思って、うん、だから審判の方に僕はしましたね、うん、そう。まあもちろん今さっきも言ったように、うん、信長とはね微妙にポジション異なってるからパンドラもまだまだ全然っていうか、うん、もうパンドラこそね下がることは一時まあ1年はね約束されてるキャラだから、うんね、なかなかないとは思うけど言ってね信長出てきちゃったことによってね信長でもいいかと思う人もねやっぱり出てきてると思う中で、うん、やっぱこいつはやっぱ唯一無二こいつは無二すぎまだ唯一無二すぎて他のでやっぱね埋水枠結構闇がそんなになんか目を見張るキャラっていうのがやっぱりね少ない中でねこいつやっぱ飛び抜けてるなと思って、うん、で重力も今回あんまり僕のランキングじゃほとんど多分、うん、ジャンヌ以外入ってないよね入ってないね中でやっぱり恐ろしい強さをね発揮してくれるし重力の方でもオンリーワンの性能なんでねこれちょっと強いですね入れざるを得なかったね、うん、結構パンドラは進化はなかなかなことがない限り下がることはないんじゃないかな1位2位で好みが分かれることはあっても、うん、っていうふうに僕も思いました、うん、強いんだよね、うん、こいつ強いんだよねこいつっていうレベルじゃないんですよねほんとちょっとやりすぎっすねめっちゃこれはほんと壊れって言ってもいいと思うんだけどね確かになんかみんな普通に使ってるけど、うん、そう確かにこいつはね壊れてるむちゃくちゃパンドラのなんか引っ張った時のやべえみたいなとかじゃないんですよね、うん、でもああいうの強いっていうからみんな確かに、うん、まあ確かにね、うん、ちょっと分かりづらい こいつでも毎ターンやべえからこいつは毎ターンやばいそう一人で毎ターン何かしらやばいことやしてる、うん、一人でやれることが多すぎるんですよね、うんでもそうだね、うん、でも器用貧乏になってないんだよね、ね、なんかそう全部がもう有効動かなきゃいけない時ぐらいですよねあ確かにそうもう君も言ってるけどでも本当それぐらいそれとなんかダメージのなんか期待値がちょっと低いぐらい、うん、まあでも状態以上にねなってくれることがあるからあれだけどそれぐらいだね本当確かに、うん、言うなら無理に難癖つけんだったらパンドラ進化はそうだイラストもこっちの好きだし、うん、いや割とおかしいと思いますけどね弱とか関係ないですからね、うん、はい、うん、とりあえずまあ後半はねちょっと予想皆さんもできたと思うんですけど、うん、まああとね、うん、でも入らなかったやつでね入れようとしたのもねあんまりね闇やっぱなんかね改めて見たらなんかいねえなと思って他に入りそうなやつがね結構てか強いやつがねと強くないやつの差がね闇激しかったなんか強いやつと、はい、そうじゃないやつの差が激しくないなんか確かに光ほどね、はい、バリエーションなかったわ、うん、俺入ってくると思いました10米あ、ジューベイか。いや、ジューベイも入ってくると思った、スキホ製で。ああ、なるほど、確かにね。昔は半年前までだと入ってたかな。確かに前も入れてたんじゃないかな、もし作った時。もしかしたら入れてたかもしれないです。でも確かに欲しくして言ってたし、結構あれで当てたからね。だってあれだ、比叡がもっと高いと思ってました。ああ、でもこれ正直4位ぐらいくると思いました。ああ、なるほどね。でも比叡は確かにね、まあ実質そのアンチワーク枠とか考えるんだったら上でも全然ね良かったとは思ってますね。あとはこの辺入ってきても良かったのかなと思うけど、今具体的なんでここで使えるところがまだないから、ちょっとね。あとさっきもカナンとか、あと司会とかで使えたらね。あ、そうそうそう、今日来るんだけど今日撮ってるから、今日っていうかね、だからリンヤはね、もう結構ね将来性見込んでに入れようかなと思ったんですけど、結構好き、リンヤをかなり。これね、スパバレがあるのが意外と良かったりするんですよね。俺もよくこのスパバレ忘れがちで、リンヤのこれいいよね、サブスパバレって結構だいぶいいよな。リンヤはねかなり好きっすね。リンヤなんかハマりそうっすよね。リンヤハマりそう、これこそ本当ハマりそうっすね。こいつの2体積みの時やばくないですか。いや、結構やばいっすよね。なかなかやばいんですよ。そう、まあ最近ね、最近だとミカエル受信家が反射レーザーのロックオンの EL4 になったのでどんどん増えてきてるけど、ロックオンの EL4 はねやばいっす。話がやばい、とにかくやばいっす。まあ弱取ってくれますもんね、大抵。もうほんとちょっとしたスクランブルと反射クロスみたいなもんのあれだから、アイノコみたいなもんだからね。下手したら威力高いしな、こっちの。そう、下手しなくても高いか。あ、そうだよね。あ、アルビダ入れなかったんですね、そういえば。あ、そう、アルビダもね。あ、でもアルビダも候補外で入ってます。入れようかなと思った、自分も。アルビダいいですね。アルビダいい。そうぐらいかなとね。俺の時あれだね、悩んだわ、そういえば。そう、これで他で言うの忘れたと思って、後からボックス見って思ったんですけど、ダンテ。あ、ダンテか。ダンテかミカ、これですね。はいはいはい。これ入れるの忘れてた。俺これ9位ぐらい、10位9位とかに入るかなと思った、自分で。あ、でもあれに、あ、まあちょっとこれ言うのやめとこう。でも確かにね、確かにダンテですね。あとは前回のなんか実は強いランキングで2位とかにいたかな。なんか確か本当強いんですよね、なんとかなんかすげえマッチョな、そういろんなマッチョな印象あるんだって。マッチョな印象がなんかくらいだな。桜とかも入ってこなかった、なんかそこまでそんな大きい変化ないですかなってかな。ダメだし、あとエクリプスとかねいますけど、その辺もまあ外で候補では入ってきますね。はい、ぐらいですか。ぐらいです。終わった、全部。そっちなんだよ、最初。いや、こっちもとりあえずねアンダーってくるとか、まあ闇やっぱがね、闇もね10位から5位で結構好きなやつとかも紹介できるからできたらいいけど、やっぱ闇も今ちょっと時代がね作られてるから難しいなと思った。なんかでもこう改めて見るとやっぱ闇のダメ男って辛いね。いや辛い、闇はね、闇のダメ男辛いわ。闇は結構壁やばい、壁が高いよ、闇のダメ男は。どうなるか分かんないですからね。誰が赤シャ運枠で使えるようになると思います。だって確かにってぐらい、簡単に言えばもうクエストはそいつに合わせて作ればね、もうやりたい方になっちゃうから、関係ないのでどれがハマってくるかはまだ分かんないですね。でもダメ男の時代は今年で終わりそうですね、こう見ると。まあ超ダメ男の時代来るから、超アンチダメ男の時代、ただの上位互換だからね。もう本当にね、超重力もそうだけど、ダメ男に触れるごとに攻撃力アップ。いや、それはやばい。ダメ男丼、ダメ男丼のアビリティ版ちょっとして作るかもしれないかな。はい、ということでやっとね、とりあえずまあこれで多分半年ぐらいそんなね変わんないと思うんで、2人のね全属性の最強ランキングは終わりました。長らくね、若干ねかぶってるところもやっぱり多かったと思うんですけど、長らくのご視聴ありました。ありがとうございました。で、次からはかぶれ強キャラランキングで、これ僕ねやんなかったんですよ。前回やってなかったですね。僕もこれやりますんで、もうこれは全属性だから、隠れ強キャラランキングね、こっちに関してはね、もう本当個人だね。個人がとか教えたい、あ、そうです、確かに広めたい、教えたい、マジ強えみたいなやつだから。前回とか俺文句めっちゃ言ってたからね。これ強いからっつって、これ本当に強いから。大体文句だって。確かにそう。10位から1位まで文句。なんで使わないの？そうそう。なんでわかんない。とか今懐かしいな、うん、使ってるわって言われたもん懐かしいな、そうっすかっつって、まあ、そういうね揚げを次はね作っていこうかと思いますね、うん、ぜひそちらもはいよろしくお願いします。まあ闇なんかあればねコメント欄でもぜひよろしくお願いします、お願いします、うん、まあでもやっぱりパンダラ強いっすわっていう人はね、うん、ちゃんと録結局ねまだパンダの時代っすわって言ったらね、はい、チャンネルよろしくお願いします。ツイッターもやってますしね SNS もやってます、はい、でサブチャンネルもね動画地味にアップしてるんでそちらまだ見てないからねよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回もゲームインザピザフォーカルをしました。ラビシャ白でした。ありがとうございました。